なんだなんだ、また暗くなりおって。今度は何を悩んでおる？いや、別に大したことじゃねえけどさ、怒っていたなって。ん？ああ、なんだ。あの騒々しい小娘のことか。別にいつものことではないか。でも、あん時は本気で怒っていた。後味悪いな。まったく、見かけによらず細かい男だな。我らは我らのなすべきことをしている。何ら負い目を感じる必要などない。んな簡単に割り切れりゃ楽でいいけどな。ま、いや、そろそろ寝る。ん？まだ寝るには早すぎ。おい。やれやれ、仕方ない。男性に、わらわも眠るとするぞ。テケリリー。ああ、気難しいな。テケリリ。なんだ、何が言いたい？テケリリ。ゲスの勘繰りはよせ。テケリリ。クロちゃん、元気ないみたいだけど。放っておけ。昨日からずっとあんな感じだ。クロ、おい、クロ。ねえ、クロ、何ぼーっとしてるのさ。つまんないよ。だったら実力行使だ。爆竹弾の準備できました。よし、撃てい。あ、危ない。おお、目が、目が。我、急に成功したり。この
クソガキども、花火を人に向けてはいけませんって習わなかったか。てめえら蝶という今日こそは使用上の注意を言葉よりも熱く心に響く拳で教えてやる。戦術的撤退だ。逃げろ。待って、逃がすか敗北主義の逃走兵ども。しゃあ、やっぱりいつも通りのクロウちゃんな気がしてきた。人間、中身はそうそう変わらんからな。特にバカは死ぬまで治らんとくる。あらあらあら、アルちゃんはアルちゃんで機嫌が悪いみたいね。別に、単に些細なことでいちいち気に病むキャツの弱さがイラつくだけだ。ん？あはーん、アルちゃん、クロウちゃんにかまってもらえなくて寂しい？寂しい？もう可愛いんだから。つまらん冗談はよせ。なんでわらわがあのうつけに気を取られねばならんのだ。ほほう、不愉快な女だな、なれも。いつもいつも世話を焼かせる二人にお返しですよだ。うん。はい、ご苦労様。サンクス。それで、何を悩んでいるの、クロウちゃん。何のことだよ。しらばっくれてもダメ。アルちゃんから聞いたもの。ち、余計なこと。だいたいいつもと様子が違うことぐらいバレバレよ。あんまりお姉さんを甘く見ないことね。さあさあさあ、ちゃんとお姉さんに話してみなさいな。誰かに相談すれば気が楽になったりするものよ。いや、大したことじゃないんだけどさ。改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にある。クロちゃん、だったら答えは簡単じゃないですか。悪いことをしたという自覚があるなら、ちゃんとそのルリさんに謝りなさい。謝りなさいってあんたな、簡単に。そこまで落ち込むほど気にしまくっているのに、何を照れているんですか。悪いことをしたら謝る、ちっちゃい子供だってできることですよ。わかりましたか。ちゃんと謝りに行かないとご飯抜きですからね。いや、you
相変わらず神器臭い顔してるのね、ティティウスちゃん。今回は共同作戦と聞いていた。まさかお主が出てくるとはな、ティベリウス。逆十字を一度に二人も投入するなどと、拙者ども意外に信用がない。いいじゃないの、久々に好き勝手暴れられるんだから。大同士様の粋な計らいってやつでしょ。拙者はお主と違う、敵をもてあそぶ下手な趣味はない。何時の欲するところを行え。私は大同士様の教えに忠実なだけよ。奪いたければ奪い、殺したければ殺す。それがブラックロッジってもんよ。なれば拙者がお主を侮蔑することもまた拙者の欲するところ。そうね、その通りだわ。あんたも言うようになったわね、ティティウスちゃん。お主が何をしようと知ったことではない。好きにするがよい。拙者の邪魔だけはするな。相変わらず血に飢えているな、アンチクロスど。あらあら、サンダルフォン、あんたもおこぼれ頂戴に駆けつけたってわけ。今回はグランドマスターが直々に貴様らに託した。俺の出る幕はない。そもそも俺には興味のないザレ事だ。相変わらずクール。貴様らにとっては久方ぶりのヒノキ舞台だ。はしゃぐのは無理もない。だがな、羽目を外しすぎる前、一つだけ釘を刺しておく。メタトロンの剣だ、クロデンチ。あれは俺の獲物だ。誰に譲るつもりもない。万が一奴が現れても手出しは許さんぞ、アンチクロス。あらまあ、愛しのエンジェルが寝取られないかって心配なのね。もう気ぜわしいわね、恋する男は。案ずるな、黒の天使。武人ならではのお主の執着、拙者も分からんではない。よかろう、お主を差し置いてキャツに手を出すことはすまん。え、構わないの、ティズスちゃん。あれはあれで歯ごたえがあって美味しそうじゃない。この道化にも。手出しはさせん。案ずるな、サンダルフォン。確かに警告はしたぞ。忘れるな。オッケーオッケー。じゃあそろそろ追っ始めるとしますか。攻撃目標は波動帝。果たして拙者の渇きを癒す猛者があの館にいるか否か。私の渇きはルリお嬢ちゃんにしっとりねちょねちょと癒してもらおうかしらね。
今夜はさぞや貴様ら好みの宴になることだろう。せいぜい存分にむさぼるがいいさ、魔術師ども。それでは少々お待ちください。はい、どうも。結局わざわざ謝りに来たのか。まったく、その必要はないというに。いや、だってよ、姫さんは一応俺のクライアントなわけだから、このままの状態は仕事の進行の上でもお互いに支障をきたしたりするわけだったりするわけで、まあだからその、なんだ、当方としましてもだ、ことを荒立てずここは一つ穏便にというわけで、それゆえに障害となり得る不安要素のことごとくを粉砕し打倒し排除する。とにかく全力で全身全霊を落として極力前向きに善処するように心がける次第でありまして、これからもご指導ご鞭撻のほどを。もうよい、黙っとれ。何です？お休み中のところを申し訳ございません。大十字様とアルアジフ様が面会にいらっしゃっておりますが。私は疲れています。今日はお引き取り願って。かしこまりました。そのように伝えておきます。お待たせしました、大十字様。申し訳ございません。瑠璃お嬢様ですが、今日はもうお休みになられるとのことです。日を改めていただきたいと。あ、祭ですか。うん、気負いすぎだ。わかりました。突然ですいませんでした。じゃあまた姫さんの都合のいい時にでも来ますわ。
大十字様、どうかそうお気に病まないでください。え？瑠璃お嬢様は大旦那様のことになると少々神経質になるもので、私は大十字様のことを評価しております。このような難事を伊達や水郷で引き受ける人間などおりません。あ、わざわざ来ていただいたのにすぐに追い返すのもなんです。いかがでしょう、お時間があるようでしたら私の無駄話に付き合っていただきたいのですが。はあ、まあそういうことならなあ。ある、新しい茶と菓子を用意してもらえるならな。そうですね、では瑠璃お嬢様のことについてお話しします。思い出話になってしまいますが、